体の真ん中に位置するおへそ。かつてはお母さんとあなたをつないでいたおへそですが、あなたはどれくらいおへそについて知っていますか？こんにちは、星きらりです。今回はおへそにまつわる雑学を7つご紹介します。1、男性と女性ではおへその位置が違う。男性のへそは骨盤の上端とほぼ同じ位置にあるのに対し、女性のそれは骨盤の上端よりも上にあります。ニューハーフを見分ける方法としても知られているそうです。2、唯一汗をかかないおへそ。人間の皮膚の中で唯一汗をかかないのはおへそだそうです。でこぼこしているので汗がたまりそうなイメージがありましたが、そうではないのですね。3、好きなおへその形ランキング。突然ですが、皆さんこの中でどのおへその形がお好みですか？実はこの5種類の中では A のフード付きで卵の形をしたおへそが男女問わずダントツで人気だそうです。ところが2位以下では好みが男女で分かれます。全体の結果はこちらです。あなたのおへそは何位にランクインされていましたか？4、お母さんがデベソの可能性。お前の母ちゃんデベソという言葉、子供の頃使ったことありませんか？実は実際にお母さんがデベソである確率は 0.005% に過ぎないのです。生まれてくる赤ちゃんの1から2割はデベソになるのですが、1歳までには 95% ほどは自然に治るそうです。ということはデベソのお母さんの方が貴重な存在なのです。5、へそのごまは取らない方がいいは嘘。よくへそのごまは取らない方がいいと言われますが、実際は取った方がいいのです。なぜならへそのごまの正体は単なる赤だから。放置しておくと悪臭がするので、こまめに取ってきれいに手入れしてあげた方が良いのです。皮膚を傷つけずへそのごまを取るには、オリーブオイルなどの油をへそに刺すことがポイント。油を刺してからしばらくするとへそのごまが溶けてくるので、溶けて取り出しやすくなったところを綿棒で優しくこすり取り除きましょう。6、へそごまコレクターが存在する。オーストラリアのパースに住むグラハム氏は、ある夜自分のへそのごまに気がついて、人のへその中にはどれくらいごまが溜まっているのか興味を持ち、その答えを得るために毎晩シャワーを浴びる前に自分のへそのごまを、それから26年もの間集め続けました。26年間貯めるうちに瓶は3つになり、4つ目に突入しているといいます。最大のへそのごまコレクションとしてギネス記録にも登録されているそうです。7、スカイラークのあのキャラにもおへそがある。スカイラークの鳥のキャラクターひばり、実はよーく見るとおへそがあります。皆さん気づいていましたか？なんで鳥なのにおへそがあるのかと疑問に思うかもしれませんが、実は哺乳類だけでなく鳥類や爬虫類にもおへそはあるのですよ。いかがでしたか？おへそって知れば知るほど奥が深いですね。お風呂に入るとき、今日はいつもよりも丁寧に洗ってしまいそうです。私意外とおへその形がいいんですよ。今日はおへその大掃除もやっちゃうぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。